大阪市内には古墳がないっていうことをね、みんなおっしゃるんで、今日はその古墳をね、あの大きい古墳だけど3箇所あるんだけどね、現存してるのは。大阪市内はみんなないって言わはんでね、ここにあるんですよ。はい、勝山通りがね、真ん中を貫いてますが、御徒山古墳、これは戦国時代にね、ここで徳川家康軍がね、陣を引いたらしいけども、さーて残ってますかね。あら、平らになってますね。平らになってました。公園になってますか。公園のことですね。こちらが豊墳ですね。ああ、きれいにあの形が残ってるね。全長が120メートルあるんですけどね。わからん、向こう。丸山のわからんか。公園部の方がちょっとわからんな、ここから。用語いっぱいなんでね。幅が60メートルあるのかな、これ。60メートルありますけどね。古墳の原型はまた全く残ってませんね。ここでね、以前はなんか建物が建ってたみたいけどね。これ一番西の橋がね、ここは。これぐらいだろ。60メートルぐらいあるかもしれんな。まあ、古墳になってますからね。はい、これはもともと古墳でございました。大阪市の方からね、大阪市内には古墳はない言うてね、ちょっと言われたんやけど、これ古墳ですよ、ここ公園じゃなくて、もともとは。まあまあ、規模的にはね、全国的に見ると120メーターぐらいの古墳いうたらね、山ほどあるんで、大きさは大したことないんですけどね。これ遊具もいっぱいありましたろ。子供がいっぱいおりますわ。お、あのワンちゃん、かわいいワンちゃんやね。どっかけた、なんか古墳ですよって、なんか残ってないんかね、これ。何にも看板もないね、これ。これじゃやっぱ公園でございますね。あ、ここなんか看板がある。行ってみましょう。これは何の像ですか。火花の像。あんた引かれるぞ。ああ聞かれますよ。ちょっと余計なはね。うん、そうそう。さて、ちょっと見てみましょうかね、看板を。なになに。あら、関係ない。これは。これも関係ないかね。あらあら。ただの公園にしか見えないな、これは。あの、ここに来たりするとかね。ちょっと誰か、詳しい人おらんかね。それらしい人は、おらんな。誰もいないか。なんかこの辺の住民の方ばっかりだな。よっしゃ。じゃあ公園部行ってみましょう。この辺、4、5兆年前この辺、ここはよく車で通ってましたけど、昔ね。勝山通りやから。もう木がうっそうとしてたんやけど、もう全然切り倒されてますね、木は。はいはい。あ、わかるか。これは古墳と思う人おらんやろね、これね。看板もなければ何にもないんですわ。はい、あ。まあ、こっち行ってみよう。これ勝山通りでございます。これ上橋台地にずっと上上がっていくんだけどね。こちらの方が東川やからどこ行くんやろ。八尾方面か。八尾方面でございます。はい、じゃあ公園部。はい、始めましょう。えらうるさいな、あのパライプは。これは入れんのかな。こっから、ずーっと入れそうにないね。やかましいね。
やかましいわ今日は。バイクはやかましいわ。これイメージはこうね、あの森だったんですよ、以前ね。これ全部木今切ってありますよね。こんな感じだったんですけどね。木がうっそうとしてましたからね。これ下が降りてみましょうか。下降りてみたらわかるかね。やっぱりなんか像がなんか立ってんだけど、なんだろうあれ。ちょっとよくわからんな、これ見えんな。なんか立ってんだけどね、入りそうもなさそうやね、これ。残念ながら看板が見当たりませんわ。あ、ここに看板あるわ。これ御徒山古墳、すぐいや、すぐやけど、また。ここには書いてあるけど、看板書いてないからいかんやな、これな。これ、ここはそうなんですけど、看板書いてない、全く。はい。回らないのかね。看板が何にもなかったらな、わからへんかね、これ。あ、ここなんか看板ある。看板ありましたね。公園墳の、公園墓の方ですかね。はい、ここに看板があるから、これ見てみましょう。あら、これも看板、古墳の看板じゃなかった。残念。ね、これ見当たらへんね。丸くなってんだけど、どうだろう。あれ、いかれんか。全く見えないね。こっから見えないな。そこに見えてんだけどね。勝山通り中一本入ると、住宅街でございますからね。で道がものすごく細いんでね、昔はもともと大阪市内住んでたんでね、いろんなとこ歩いてたけど、で車でも狭い道を走ってたんだけどね、今一歩そこにほとんどなっとるんで非常に走りにくいですわ。はい、また見えてきました。反対側に来たんですけどね、すぐ横にありましたわ、パーキングは。これ木を切る前はもうほんまにうっそうとしましたからね。残念ながらこれ古墳って書いてないからわからへんな。まあ見たら古墳とはわかるけど、表示をしてないからね、看板が。あ、ここなんかあるね、看板。はい、ここに看板がありました。あら、残念ながら記載がないね、これ。これはしかし、これは分からんやろな。ここだけの古墳と思って、あの円墳が一個あるぐらいな感じがしないだろうね、皆さんね。こう古墳ですけど、どうか看板ないんですか。看板は中に入んない。あ、あれ見てないです、まだ。あ、ここに何か書いてあるわ、ずっといろいろ。あの古墳ちゅうこと、うん、なんか大阪市内の3つのうちの大きな古墳やからね、え、だいぶ期待してきたんですけど、もともと大阪市内に住んでたんだけど、うん、あ、そうですか、ありがとうございます。じゃあ、あのいろいろ説明いただきしてありがとうございました。はい、全くね、この看板がね、わからないんですよ、これ。ここがあるけどね、こう。これ入れたらいいのね、これね。これだと全く公園、あの普通の公園ですわ、これ。ここは公園やからね。いやー、ありました、ここ。これを探しましたね。ここにありました、ありました。はい、古墳寺の大阪と御徒山古墳。